野村に今シーズン第1号のスリーランホームランが生まれました。風は左から右逆風、長身のポランコ、フェンスいっぱい、ジャンプもわずかに及ばず、ファイターズが3点を先行です。今ホームイン3対0と本人もちょっと驚きの表情は先発の西野です。角度は確かにつきました。ただ上がってからね、そうですね、上がりすぎたかなっていうところもありますし、まあ、風が逆風なところもありましたからね、はい、まあでも今のは厳しいところですよ。あ、そうですか。打った野村選手がうまく打った感じですよね。これで開幕4試合のうち3試合で打点を取っている4番の野村です。もともとやっぱりそのインサイドのさばきっていうのは、まあ、本当に野村選手は素晴らしいものがありますから、まあ、厳しいところには攻めたんですけども、うまくさばかれましたよね。ヒット